ペリリューはアメリカ海軍の揚陸艦、パラワ級強襲揚陸艦の5番艦。艦名は第二次世界大戦中にペリリュー島で行われたペリリューの戦いにちなむ。当初は、決算続いて、ダナンと命名される予定であったペリリューは1976年11月12日、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船で寄港した。 1978年11月25日に、アメリカ海軍作戦部長トーマス B ・ヘイワードの妻、ペギー・ヘイワードによって、命名、浸水し、1980年3月3日、T.P. スコット艦長のもとで収益した。収益後、ペリリューは直ちに南へ舵を取って、パナマ運河を抜け、5月27日に赤道を通過した後、カリフォルニア州のロングビーチに配備された。 なお、このペリリューは収益してから赤道を通過するまでの期間がアメリカ海軍艦艇の中で最も短い。1991年6月、砂漠の嵐作戦の後、ペルシャ湾からの帰還途中にペリリューはフィリピンのピナトゥボさんの噴火から避難するスービック湾海軍基地の人員救助に参加した。この噴火は過去100年間で最大のものであり、 広範な地域に火山灰が降り注ぎ、海軍基地の施設の多くが破壊された。避難者の中には、産婦人科の患者が数名含まれていたため、多くの赤ん坊が館内で誕生した。1999年10月26日から11月27日まで、オーストラリア軍が主導する東ティモール国際軍の一部として、東ティモールの平和維持活動に配備された。2001年11月は、 普及の自由作戦の一環として、最初の海兵隊部隊をアフガニスタンに送り届けた。2004年1月1日、ペリリューは、北、アラビア海で一隻のダウ船を停船させ、翌2日に、ダホ、15名の身柄を確保した。船からは2800ポンドの大麻樹脂が押収された。2015年3月31日、退役。ありがとうございます。